私は紫の炎の守護者、セントジャーメインです。私はあなたの中にすでにある知恵をあなたに伝えたいのです。あなたがすでに持っているもの、あなたがすでに持っているものをあなたに送りたいのです。ですから、私の仕事は単純です。簡単です。それは、皆さん一人一人の中にあるものに目を向けさせることです。私の仕事は、皆さんが被っているベール、つまり目隠しを取り除き、皆さんの内側から発せられる、自分が誰であるかを感じられるようにすることです。あなたと接触するすべての人に光を送るとき、あなたは素晴らしい奉仕をしています。そして、あなたが教師、ヒーラー、道を示す者、チャネラー、ライトワーカーとして自分自身を認識すると、他の人も同じことをすることが容易になります。あなたは、あなたの旅路で、あなたと共に旅を分かち合えるマスターをもっと作りたいのです。あなたは、それぞれの人に、彼らのうちにあるものを指し示したいのです。あなたは、あなたの仲間の人間を目覚めさせたいのです。そして、彼らは、自分が生きたいと願う真実を生きている人、自分がなりたい自分になっている人を見たときに、目覚めるのです。だから私は、あなたに言います。無謀なまでに、あなた自身でありなさい。歌い、踊り、遊び、あなたの中にある光を、残りの人類に見せなさい。ダニエルを通してここに来る私たちは、あなた方に教師や指導者になるようにとよく言っていますが、自分に何ができるのか、何を提供できるのかを考えようとすると、それは非常に困難に思えるかもしれません。そこで、私は今そのメッセージを修正し、ただ自分らしくあり、本当の自分を輝かせるように伝えます。そうすれば、あなたは道を示すことになるでしょう。あなたは模範を通して教え、導くでしょう。あなたが心にある愛を解き放つ意志を示すとき、あなたが出会うすべての人の心の中に炎を灯します。時には遠くからあなたを観察しているだけの人のためにそうするのです。ですから私はあなたに言います。自分らしくいること、喜びを感じることを恐れないでください。誰かがあなたに愛を返してくれないかもしれないというだけで、愛することを恐れないでください。見返りを求めずに、自由に愛を与えてください。そうすれば、あなたはその瞬間にあなたの使命、そこにいる目的を果たしているのです。それは、とてもシンプルで簡単なことであり、ルールや義務で複雑にする必要はありません。あなたは、ただ調和した自分になり、他の人にもそうする許可を与えるだけです。すると、地球上でパズルのピースがすべて所定の位置に収まり、動く部分すべてが調和して一つの音符に同期します。工事の世界に存在する私たちは、あなたが今行っている旅に挑戦することさえ、とても誇りに思っています。そして、あなたが圧倒され、迷い、恐れ、導きがないと感じた時は、いつでも、紫色の炎の中で、私と一緒に参加することを歓迎します。私はいつでもあなたのためにここにいます。私は紫の炎の守護者、セントジャーメインです。